ねえねえ、こっちは読み終えたよ。早いな、モルテ。もう終えたのか。内容はどうだった？ハズレ。花の栽培メモばっかり。はぁ、やっぱりこんなところには呪いに関する情報なんてありっこないか。ふん、そうだな。俺の方も同じような内容だ。ここに残ってる本はこの2冊だけだったな。だね。にしてももったいないよね。リバーディアの襲撃でこの庭園も焼け落ちて、今は雑草だらけ。平和だった頃はどんなに綺麗だったんだろう。意外だな。モルテにも花をめでる趣味があるのか。何それ、バカにしてるの？僕はね、レネのことを思って言ってあげてるの。ここはレネの両親が暮らしてたんでしょ。それに君の呪いを解くためにこの国まで来たんだ。ちょっとはリバーディアのことを理解しようと努力してるんだよ。お気遣いどうも。呪いが進んでるっていうのになんでそんなにのんきなのさ。分かってるの？その呪いが進んだら君は人間じゃなくなるんだよ。ああ、分かってるさ。だからこそ絶対にこの文様が全身を埋め尽くす前に呪いを解く鍵を見つける。どんなことになっても。分かってるならよし。じゃあ日没までまだ時間があるし行こうか。村とか町とかもうちょっと栄えてたところにつければいいけど。なんだ？何？風？捨てないで、希望を捨てないで。なん何この香り、甘い。おい、そこに誰かいるんだろう。この風は前の仕業か。捨てないで、希望を捨てないで。大丈夫、きっと助けが来る。え、やんだな。大丈夫か、モルテ。うん、あんなに強風だったのにピタッとやんじゃったね。お前も聞こえたか、あの強風の中誰かがつぶやいてる声。聞こえたけど話してる内容の意味がよくわからな。あ、ねえねえねえ、周り見てなんだ、何か。この庭園。うん、さっきはボロボロだったのに今は建物も植物も綺麗だ。まるで昔に戻ったみたいに。この甘い匂い、風が吹いていた時と同じだ。なんだか気味が悪い。外に出よう、レネ。同感だ。入り口から戻るぞ。あれ？ちょっと待ってよ、おかしい、おかしいよこんなの。この庭園そんなに広くないぞ。どうなってる？こっちが聞きたいよ。なんで入り口のドアそこにあるのに走っても走っても一向に近づけない。俺たち閉じ込められたようだな。そんな。うわ、すごい音、金属みたい。今の木を切る音じゃないぞ。何なんだこの庭園は。この様子なら花を倒るのも無理か。多分ね、踏んづけてもピンピンしてるし。やっぱりあれしかないよ。一思いにやってもいいでしょ、レネ。得意顔で魔導書を出すな。
さっきも言ったが、仮にモルテの魔法が効いたとしても、俺たちと庭園が黒焦げになるだけだろう。じゃあどうするのさ。僕たちここで一生出られないまま飢え死にを待つの？そうは言ってない。破壊は最終手段にして、もう少し周囲を探索。十分やったでしょ。そもそも周囲を探索するって言っても、庭園の中心部から出られないんだ。探索のしようがないよ。だからっていきなり火炎の魔法を放とうとする奴がいるか。もうレネの分からずや。いいよ、せめてレネから離れて発動させてあげるから。レネが燃えそうになったらちゃんと水の魔法をかけてあげるよ。そこで見ててよね。おいモルテ、不用意に離れるな。分かってるって、すぐ戻るよ。モルテ、おいモルテ、戻ってこい。モルテ、どこ行ったモルテ。何なんだ、一体何が起きてるんだ。ねえあなたは信じていたものが全部なくなって、希望が絶望に変わったらどうするの。何を助けてくれるって、必ず希望はあるってあのお姉さんは言ってたわ。でも何も誰も助けになって来てくれなかった。何の話だ。お前モルテをどこに隠した。私は待ったの。崩れていく庭園の中で一人震えながら助けが来るのを待っていたの。でも来なかった。誰も来なかった。炎が私の体を焼き尽くしても、私が人の姿じゃなくなっても、誰も誰も来てくれなかった。なんて大きさだ。お姉さんの嘘つき。希望はあるって言ったじゃない。でもそんなもの何もなかった。希望の花エルピーナが咲くこの庭園でなら助けが来るって言ったのに、なかった。何もなかったのよ。お前まさかリバーディアの襲撃で魔物化したのか。あなたも同じ目に遭えばいいのよ。永遠に枯れない希望の中で、終わりのない楽園の中で、私みたいにゆっくりと死んでいけばいい。悪いが、俺は死ぬためにここへ来たんじゃない。ボルテを返してもらうぞ。どこに隠した。あの魔法使いさんは返さないわ。あなたもあの子も一人でここで死んでいくのよ。まずい、煙と甘い匂いで意識が。炎に囲まれる前に早くボルテと合流しないと。あいつも危ない。蝶の魔物がモルテを隠したのは間違いがない。どこに、どこにいる。レネ、モルテ、どこだ。どこから話しかけている。モルテが危ないんだ。お願い、僕たちを見つけて。どこなのかわからない。暗くて何も見えないんだ。暗い。レネ、お願い、見つけて。モルテ、待てモルテ。暗い。今は昼間だ。この庭園で何も見えないほど暗いところなんてどこにも。待て、そうだ、足元。この床の下なら光は届かない。もしこの庭園に地下があるのなら、悩んでる暇はない。
待ってろ、オルテ。ダメ、そこは。必ず見つける。やっぱり下に空間がある。モルテ、返事をしてくれ。モルテ、レネ、そこにいるんだな。待ってろ、今明かりを。大丈夫、オリエンス。怪我はないか？うん、甘い香りでちょっとクラクラしただけ。それにしてもよくここが分かったね。お前がヒントをくれたからな。僕が？まあそういうことか。まあ今回はお手柄かな。うん？どうして？つらいよ。私の時は見つけてもらえなかったのに。誰も来てくれなかったのに。何これ、緑で硬くて。サナギか。上で巨大な蝶を見た。蝶の姿がこいつの幻覚で、本体はこれなのかもしれない。サナギのままのね。行動できないから幻覚で精神攻撃だなんて嫌なやつで。ねね、燃やすか切るかどっちにする？待て。え？その前に一つやりたいことがある。ちょっと何してるの？サナギ持ち上げてどこに連れてくのさ。決まっているだろう、上だ。はあ？見えるか、リバーディアの襲撃から20年以上経った。あの頃の庭園にはかなわないかもしれないが、ほらこれを見ろ。白い花、助けに来るのが遅れてすまない。俺ができることはこれくらいだ。救助が来なくて魔物化したのは確かに絶望的な状況だったかもしれないが、魔物化が解けないと決まったわけじゃない。元に戻れるの？約束はできないが、俺もお前と同じ呪いを受けてる。解除方法を探しにここへ来たんだ。少しでも希望があるのなら俺は諦めるつもりはない。だってさ、僕もこの人もしぶといんだよ。解除方法が見つかるまでは諦めて帰るつもりはないから安心してよ。ここで暖かいところで休んでてくれ。羽化の条件って確か温度なんでしょ？寒くて暗い地下から出たんだし、ここなら蝶になれるかもね。あの大きさになられても困るけどな。もう暗いところで耐える必要はない。黒い炎に怯える必要もないんだ。ありがとう。私もう少しだけ待ってみる。人の姿に戻れたら、その時はあなたたちのことをもっと聞かせてね。ああ、たっぷり話してあげるよ。長くなるから覚悟しててよね。お前の話は9割が自慢話だろ。別にいいじゃん。レネはゲテモノ料理のレシピになりそうだし。私を助けてくれたあのお兄さん、襲撃の日に会ったあの騎士様にそっくり。また会いたいな。エルピール、それは希望の名前を持つ花。その白い花弁はきっと未来への希望を示してくれる。俺たちはそう
信じてる。